セイタローの海賊ラジオちょっと立ち話始まりましたセイタローが電話します今気になっている方に電話をせさないでお話伺っております今回埼玉県の春日部市から創業なんと明治13年 麦わら帽子など製造を販売している田中帽子店の六代目代表田中優さんに電話がつながりました。優さん、はじめまして清太郎です。はじめまして田中優と申します。失礼ですが、あの六代目は今何歳でいらっしゃいますか。え、今年三十一歳になりました。若いですね。若い代表だな。 いやいや、若さで勢いでやらせていただいてます。いや、でもね、二千二十年。去年はコロナ禍だったから、大々的にはできなかったかなと思うんですが、なんと。田中帽子店。百四十周年だったんでしょ、はい、そうなんですよ、百四十周年をおかげさまで。 迎えることができましたコロナがなければわーってやりたいとこでしたねそのためにあのお帽子もオリンピックもあると聞いていたので、えー、いっぱい作ったんですけどはい。ちょっと盛大にはできなかったですね、えー、いやしかし先祖の方々からバトンを受け取って田中帽子店の六代目をつ、はいえー、いたというのはいつ、はい、何年に着いたんですか えっと、2016年ですね。2016年、もう5年前ですか。そうですね。5年経つかな。そうですね。経つと思います。はい。これ、どういうような決断で、えー、6代目ついたんですか。えぇ、ー、ま、先祖代々、あのー、続けている、はい。あのー、ま、そもそも私、あの、夏が一番好きなんですね。ほう夏の風物詩でもある、こう、麦わら帽子。はい。 の伝統をこう守り続けていることに対して、すごくこう、なんていうんですかね、夏に恩返ししている気分になるんですよ。なので、ま、まあ、そういうのも含めて、ああのー、仕事をしていて楽しいな、あのー、まあ、そういう感じですかね。<laughs> うん、いや、わかります。とても、ただ、あのー、岩羅帽子というのは、ただ単にノスタルジーだけではなくてね、はい 今あの、地球温暖化というか気象が変動して夏がものすごく暑くなってまいりましたから、はい、我々の子供の頃とちょっと夏の暑さが違うんであの通りでも麦わら帽子はとても子供たちの夏を、えー、日射病から守ったりするのに役立ったものですがこれからはもっとこれ麦わら帽子の存在がクローズアップされるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからゆうさんの仕事って、はい 非常に誇り高き仕事になるんじゃないですかそうですね。あの、最近やはり、あの、聖太郎さんがおっしゃっていたように、あの、夏やはり、こう、ね、頭皮が本当に厚いので、ええ、はい。で、高温で、あの、湿気がすごいじゃないですか。はい。で、麦わら帽子って、あの、通気性が帽子の中で一番高いんですね。ええ。なので、まあ、 ファッション的にもまあ認められているんですけども、ええ、やっぱりこう実用的そうそうそうこなんですよ。そうなんですよなのでなんかこう、両方の柱をあの軸として、ええ、こう仕事をしていけば、もっと、あのー、かぶってく,れくださる方が増えるのではないかなと思ってます多分これ、日本っていう国だから麦わら帽子っていうのが生まれたんじゃないかなと思って、はい、そうですね。あのー、創業当時は もともとは農家さんがかぶる帽子だったんですね、<あ>麦わら帽子。はいはい、なので、まあ、しっかりその裏付けされている理由がしっかりそこにあったので、今,ええ、今にこう皆さんが予さに気づいて、普段からあのファッションでも取り入れられているのかなって思ってますそれに加えて、ユウさん、春日部の伝統工芸品に認定されてるんでしょう。そうですね させてていいただいてますということはこれ、工営品の伝統を守るのもこれから大変だと思うんですけれども、はい、実際にこれ、麦わら帽子を作っている工場ってのは、えー、どのぐらいあるんですか、日本にえ実は、あのー、大量にあの量産できる工場っていうのが、ええ、日本に2つしかないんですよ、ええ、たった2つええ。へー 岡山県とえー、と弊社のえー、と田中帽子店<ー>まあ岡山はそうかあのイグサの産地だし晴れの日が多いからなんか岡山で生まれてるってのはよくわかるんですけれども二、ね、つしかないんですか二、はい、つしかないんですいやこれは優さん大変だな頑張んないとそうなんですよ伝統工芸品だからはいへえ そういうい中でね、我々は気に入ったデザインのものを買って、パッとかぶって、人を、はいえー、夏越えれば、えー、どことなく、はい、じゃあまた来年は新しいものをと思っちゃうんだけれども、今日ね、はい、聞きたいのは、その麦わら帽子1つが完成するまでには、いくつかの工程があって、はい、ご苦労もあろうかと思うんですけれども、どのあたりがポイントになるんですか。はい、まずはあの、帽子を作る時に必要な、はい あの帽子と同じ形をしたまず木型っていうものを職人さんが見て、まずミシンでえと縫い上げるんですけども、そのあと、型入れ、しっかりあの形をしっかり成形をえプレス機でさせていただいて、次にえと縫製、最後にここが重要で、あ。のー 麦わら帽子を縫製した際にあのー、飛び出た繊維がトゲトゲがいっぱい出てくるんですよはあ<ー>。それを一個一個あの糸、うん、切り鋏で切る作業るうーわーじゃあそれが結構大変ですよはいこれはあのえー今の季節だからちょうどいいと思うんですがうなぎの骨抜きと同じですねそうですね一本一本ね抜いていくからねかいい職人さんがね はい,うそうかい,いじゃあ、最後の仕上げで、一肉切りばさみでそれ、一つ一つカットしていくわけですか、はい、そうですね、でここは、あの部分があのやっぱり外国産と違うところで、えーー日本の国産のものはやはりこうあのしっかり、まあ、弊社はそうなんですけども、はさみでしっかり切っているので、はい、やはり田中帽子店の帽子はやはりかぶりやすいって言われるんです。なので まあそういう検品も隅々までしっかりやるっていうところがやはりかぶりやすいって言われる理由なのかなって思っております。 Thank mm -hmm. you. 麦わら帽子というと絵日記に出てくるような少年がかぶる翼が非常に大きい昔ながらの麦わら帽子のイメージがあるんですけれども今はいろいろとデザインも多岐にわたっていらっしゃるんでしょう、はい、そうですねもうあのうちは明治創業当時からこう使っているあの方が蓄積されておりますので、はい、もう無数の方が。 ありますなので、はい、こう量産で販売してるのはもう100種類以上の麦わら帽子がありますうわですごいな,ー、はい、なるほど今の話聞いているとね存在に扱えませんよ。ねえ <laughs> いや, <laughs> いや本当<の>ですよ。いいいいでやっぱりあの自分と相性いいえ麦わら帽子に出会うっていうこともあるじゃないですか。 ただ単にこれデザインだけではなくてねかぶっていて何とも言えずにかぶりやすいなっていう三浦帽子ってありますよねはいありますそういうものにこう出会いたいな出会うためにはどこに行けばいいのかなと思いますよ、はい、あの春日部の直売店も、えー、出かけるにはいいんですけれども今もっと便利で大宮駅のコンコースでやってるんですってそうですね、あのー、月曜日から土曜日は、えー、と9時半から10時まではい 日曜祝日は9時30分から9時半までやっておりますすごい12時間近くやってるんだそうですね<ー>なのであの夜,夜遅くまで、はい、帽子を選ぶという,こう謎な現象があの今起こっていります <laughs> そうですか手元の資料だと7月18日の日曜日まで、はい、大宮駅のコンコース内駅有と大宮で、はい 販売会を開いているということですから、ぜひともそちらにお出かけいただければいいなと思います。はい、え、今日は田中帽子店6代目代表の田中優さんが目指すこれからの帽子業界を含めたところで、田中帽子店に大いなる期待を私たちは抱きました。え今回は埼玉県春日部市から 田中優さんに電話をつないでご出演いただきましたありがとうございましたどうもありがとうございましたチャンネル登録よろしくね